はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、TH コンプリーターさんから見ていきたいというふうに思います。半分は関西クラクラクラブからも行きますけども、本日はですね、クラン対戦リーグ。私のチャンネルなんですが、クラン対戦系の動画中心に解説をやっております。やっぱクランにいてね、対戦で結果が出るかどうかって大きなポイントになってくるかと思いますので、そこで悩んでいる方の参考になる動画をお届けできればなというふうに思っておりますので、これ参考になったなということでありましたら、ぜひグッドボタン、またはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。ではですね、本日のテーマなんですけども、サービス終了と言われるですね、ドバドバッと出すあの編成のスパビズ版見ていきたいと思います。で、やっぱりですね、この攻め方をまず使うときには、見るべきポイント、左右対称から入るのが個人的にはいいかなっていうふうに思います。なんでかっていうとですね、左右対称に入ると、両脇中央の進軍が均等に行くんですね。まずこれ、グルタンさんこの攻め方すごくうまいので、見てほしいんですが、最近のこの編成の流行りは、ウッドランチャーを使った形になります。で、クエイク8発持っていってるのは、1個ここに当てますね。で、もう1個ここに当てます。で、このですね、クエイクを当てるの、なんでここのね、壁わざわざ壊すのって、目の前にもう隙間空いてんだからいいじゃんって思うじゃないですか。なんですけども、2つ意味があって、まずまっすぐタウンホールに向かわせる。一番高火力のタウンホールをきっちり序盤で落とすっていうと。もう1個はタウンホールにダメージ与えるんですね。これ半分にこう体力減っちゃってるじゃないですか。しかもクロスボウとか、あとこのウィストとか、比較的高体力の防衛の、HP を削っておくっていう手が、まずこれ一つ大きいんですね。で、アイスゴーレム、普通のゴーレムと出していきながら、後ろから、スパビズネクロマンサーを当てていきます。ジュンクさんに私よくこの攻めを、昔、どうやってるんですかって伺ったんですけども、スパビズから当てていくのがいいらしいです。そうすると、第1層目、壁の外、この辺ですね、の防衛が、だって、施設がまず壊れて、その後ネクロを出すことによって、ネクロがちゃんと均等にばらけるらしいんですね。中央、両サイドに。そうす参考になればというところで。で、今回はですね、ボマーを使っていってます。で、ですね、これね、グルタンさんうまいなと思ったのは、投石機がここにあってすごくアプローチしにくいんですよ。このパターンでいくと。わかりますかね、これ。主力はこの壁の内側をこう行くじゃないですか。ね、行きますよね。で、外周に入ったネクロマンスたちは、こんな風にこう壁の外を突き抜けていくわけなんですよ。こういう風にね。こういう風に突き抜けていくわけなんですけども、この投石機すごい壊しにくい場所にあって、いい感じで中央の部隊に投石機がもうガンガン攻撃してきちゃうんですよね。で、そういう場合に対しては、ウッドランチャーでゴンゴンこう押していくっていうのが最近の流行りではあるんですけども、ロックボマー1個当ててこちら側、8時側を潰していく。で、もう一個は、ロイヤルチャンピオンを当てていって潰していくっていう。で、そうすることによって、両サイドの、高火力防衛であるその投石機を両方とも上手にケアしながら、全体をこう、面で押し上げていくような形にしていくんですね。このグルタンさんの、この編成の、なんていうのかな、このプランニングは僕うまいなってめちゃくちゃ思いました。本当にね、参考になるアタックだというふうに思うんですけども、ちょっとね、一個だけ、すみません、グルタンさんの、このうまいグルタンさんがですよ、どういうケースに失敗しちゃうのかなっていうところもちょっと見てほしいと思っていまして、これめっちゃ惜しかったんですけどね、94% だからもうほぼほぼ全開なんですよ、このグルタンさんは。本当にね、この攻め方がうまい。で、今回はウッドランチャーでいきますね。編成はゴーレムが4体になっていますけども、攻め方の基本は変わんないですね。しっかりと、クエイクの呪文で、中央に入る穴をぽっかりここですね、開けていって、で、さらにタウンホールを巻き込んでクエイクを打つことによって、クランジョもそうですよね。この辺の高、ごめんなさい、失礼しました。この辺の高火力、かつ高体力の防衛をしっかりこうダメージ入れて削っていきます。そうすることによって中央部隊がスムーズに、中心部分突破していけるようになるというところですね。で、このウッドランチャーがいいんですよ。こうね、シングルインフェルノ、イーグル砲、マルチインフェルノ、あとこのクラン城にシングルインフェルノっていう感じで、どんどんですね、中央の高体力、高火力防衛を、このウッドで削っていく上に、出てきた防衛援軍もちっちゃいやつはこのウッドで
跳ね飛ばしちゃうんですよね。今シングルインフェルノをウッドが壊していきましたよね。こんな風になっていくので、この中央突破がめちゃくちゃいいですね。で、ロイヤルチャンピオンに関してはアーチャークイーンがこっち、投石機、2次側壊してくれたんで、壊していないこちらの7次側8次側の方にこうロイちゃんを当てていきましたね。で、そうすることによって投石機もしっかりケアしていきながら最終盤に持っていくんですけども、これね、ウィズ島がね、やっぱり苦しいんですよ。最終盤、高火力、高体力のヒーローが固まってるじゃないですか。で、このヒーローっていうのは、ヒーロー対ヒーローで当たっちゃうと、もうほぼほぼやられちゃうんですが、ネクロマンサー対ヒーローで当たると実はやられないんですね。ネクロが延々とスケルトン出してくれて、で、それによって、ヒーローがターゲット取られてるうちに、そのままもう数で押し切れちゃうっていうか、数で押し切られちゃうんですね。なんですけども、今回みたいにウィズ島が残っていると、出てきたスケルトンはウィズ島が処理する、でむき出しになった味方ヒーローだったりネクロマンサー本体が相手ヒーローの餌食になっちゃうっていうことなんですね。このパターンに陥ってしまうと結構苦しくなる。まあそれでもやっぱり序盤の進行が良かったんで、こんな感じですよね。相手のババキン今これスケルトンの数で押し切ったじゃないですか。まあ、こんな感じでどんどん押し切っていきたくなるような形になってるんですけども、やっぱりですね、徐々にこう、削られて、最終的にはちょっと、火力不足とかもう、ユニットの数不足になってしまって、で、最後グランドボーデン層に落とされちゃうという形になりました。本当惜しかったですね。なので、まあ、形としては本当にね、このグルタさんの今やったような形、両側に、投石がある場合にはしっかりそれをケアする。このドバ出しの攻めをする上でめちゃくちゃ気をつけるべきポイントが、投石機、タウンホール、インフェルノタワー、この3つはめちゃくちゃ要注意です。これを曖昧に壊すようなプランにしちゃうとダメですね。なので中央のインフェルノはもうウッドランチャーと中央部隊で確実に壊す。で、両サイドにこう置かれている投石機ですね、これに関しては、こちら側はアーチャークイーンがアプローチしてくれたから、アプローチできていないこっちの8時側をロイヤルチャンピオンにするという形で、まあ、その場の判断で、壊していくという形をとっています。いや、惜しかったですね。まあ、ただ最終盤にやっぱこういう風に、ヒーローがいっぱいいて、さらにそこにこう、スケルトンをいっぺんに焼いちゃうウィストなんかがあったりする場合、あとマルチインフェルノとか、あとなんだ、ボムタワーとか、こういうのがもうヒーローの大群と一緒にあったりする場合には、やっぱネクロ本体が、スケルトンなしでは押し切れないので、そこで落とされちゃうということがあり得ます。まあ、ちょっとそこは注意ですかね。まあ、とはいえ、基本の形はこのグルタさんの今に見てもらった2本のアタックがめちゃくちゃ参考になると思うんで、こちらを押さえながらもう2本ですね。今日は関西クラクラクラブ側からも見ていきましょう。はい、こちらですね。カンクラでこの攻めがうまいといえばもう三毛猫さんですね。三毛猫さん、陸はこのドバダシ編成で、空は、ドラグバットが使えるっていう、まあ陸も空も行けるので、まあ大体どんな村でも対応できちゃうっていうね、もう最近なんか、最初私プレイヤースキルないんでとか言いながらこう入ってきてくれたんですけども、いつの間にか、リーグでもね、上の方に位置するトッププレイヤーというかもうエースになってしまったっていうね、方なんですけども、今回もそうですね、中央にめちゃくちゃこう、高火力、高体力の施設が固まってるんで、そこにクエイクで効率的にダメージを入れていきながら、ドバッと一気に出していきます。で、これも、左右対称ですね。さっきの2本と同じように、この真ん中で割った時に、左右対称になっているから、両方にユニットが均等に流れれば、こいつらは面でこう進んでいくんですね。しっかり面で。こう面で。面で進んでいくのがすごく大きくって、このクラクラっていかにですね、横打ちされないかが大事なんですね。中央にいるユニットたちが、両脇の攻防へから裏打たれちゃうとか、こういうケースが起こると、割とユニットって脆いんですけども、それをさせないように両脇からこう攻めていきながら中央部隊が進んでいくっていうパターンができちゃうと、これは止まんないんですね、マジで。多少こう、火力が強いところに入っていっても、まあ、やっぱりその、どっかがダメージ受けている隙にどっかが攻め入ってくるみたいな感じで、こう、うまくユニットが攻防のバランスを取ってくれるんで、あれよあれよという言ってる間に、こんな形でですね、ロイちゃんまだスキル残ってる状態ですよね。あっさりと押し切っちゃうっていうのがあります。これすごいですね、本当にやっぱり。僕やっぱまだよく見極めができないんですけども、こういう左右対称かつ、なんだ、ね、クエイクでこう穴を分ける等しながら、この主力の中央部隊ですよね。この中央部隊、ここに入っていく部隊で、タウンホール、投石機、インフェルノ、まあ、この辺が結構たくさん見れるなっていうような、
場合にはこの攻め方したら大体なんかいけちゃうんじゃないかなっていう風な印象を思わせるこの三毛猫さんのアタックだったと思いますし、よいしょ、ちょっと戻りますね。今これ、まあ、投石機がこの中央にあったから、まあ、そういう風にはまりましたけども、仮にこれが、こう、両サイド、まあ、例えばこの辺にこうね、投石機があったとしても、こいつがこういう風にこっちにあったとしても、さっきのグルダンさんみたいに、ロイちゃんを当てていく、ロイちゃんを当てていく、で、こいつを、まあ、ボマーに変えて当てていくとかすれば、今のこの形ができちゃうし、もう結構ですね、中央突破をしながら、残った投石機をどう処理するか、で、それをしながらインフェルノまでちゃんと見れるかどうか、この辺が見極めついてくると、もう結構この攻め方って、もう、結果が出るのかなというふうに思いました。っていうところですね。で、まあ、最後一本、左右対称ではない場合の、攻めもちょっと一個見ておきたいなというふうに思うんですけども、これですね。ですね。どれだどれだ。3の12、これだね。はい。めっちゃ惜しかったんですけどね。対象になってないと、これがね、やっぱ難易度が上がるんですね。どういう風になってくるかってのをちょっと見ておきたいんですけども。とはいえ、対象値になるとも全然使えるんですよ。使えるんですけども、やっぱり、防衛説を何をどこで壊すかっていう、その判断が難しくなるんですね。今回のケースで言えば、投石機までのこの区画、ここを全部こう繋げたので、こういう風に繋がってるんで、ここに主力がこう入っていけば、タウンホール投石機は壊してくれるよなってことがわかりますよね。で、インフェルノタワーもまあその道すがら壊せる。あと、ここがちょっと残っちゃうな。これどうケアしようかなっていう。まあ、そんな感じの、問題。問題、まあ、視点でプランニングを組んでいけばいいかなと思います。速攻でこのレイジトーム、これめっちゃ大事ですね。三毛さんもこれ徹底してますけども、序盤でやっぱり数がいっぱいいるうちにレイジトーム使って一気にもう高火力帯をその押し切っていくような形を作っていかないと、やっぱそのユニットが終盤になれば減ってくるので、レイジトームに乗っかる数が減ってくる、まあ、イコール呪文の、コスパが悪くなっちゃうんですね。なるべく呪文だったりトームにはたくさんのユニットを巻き込んだ方が当然いいじゃないですか、どうせ使うんだったら。なんで序盤に使っちゃうっていうのは本当に重要で、そこミケさんも徹底しているところがうまいですね。で、最終的にはですね、ここのシングルインフェルノいやらしいんですね。そこに結構捕まります。テスラ森もあったりして、ここに対するアプローチがやっぱね、おろそかにちょっとなっちゃったんですよね。おろそかっていうほどでもないんだけども、テスラがなければ全然また結果は違ったかもしれないんですよ。なんですけども、結果的にはテスラが出てきちゃったことによって、ここの区画が結構高火力になってしまい、脇から逸れていった部隊が、上方面はまあなんとかこうね、今ネクロがここに残ってるじゃないですか。けども、下方面に行った部隊はみんなこのシングルインフェルノタワーゾーンで落とされちゃって、そこが最後までこう防衛をし続けると、まあ、いう形になっちゃうんですね。まあ、こういう風な、どこを何で壊すかっていうそのプランニングが左右対称だったらまあ比較的やりやすいんですけども、非対称の場合には少しまあやりにくくなるというところがですね、難しさを生むポイントなんですが、当然やれなくはないので、全然この攻め試してみてもらえたらなというふうに思います。まあ、めちゃくちゃ惜しかったですね、本当に。もうあとちょっとあと3つだったんですけどね、悔しかったんだろうなというふうに思いますが、僕も悔しかったです本当にね、惜しかった。はい、というところでですね、本日はスーパーネクロマンサー、失礼しました、スーパーウィザードですね、スーパーウィザードを使った、ドバダシ編成のポイントに関してお話をさせていただきました。まとめると、ですね、左右対称、これやっぱ重要ですね。左右対称陣っていうのを選んでいくっていうのが一個ポイントになることと、タウンホール投石機、あとインフェルノタワー、この辺っていうのをおろそかにせずにちゃんと破壊できるようにプランニングを組むということ、あとクエイクの呪文を知らないですね。ジャンプの呪文で代用ができちゃうところでもクエイクを打つことによって、タウンホールとかのダメージをね、こう稼ぐことができるじゃないですか。タウンホールの体力を半分に減らせれば、受けるダメージも当然半分になるわけですよ、突破が早まるから。ということで、クエイクの呪文って実は、壁を壊すだけではなくて、相手にダメージを与える攻撃の呪文でもあるので、そこを、あんまりですね、蹴散らずに、ちゃんとレイジを使うよりもクエイク使った方が美味しいところは、どんどんクエイクを使っていくということで、今回の攻め見てもらうと、クエイク8枚、皆さん使っていましたよね。なので、全然ですね、それでいけちゃいますので、安心してクエイク8枚積んでいっていただければな、というふうに思います。
はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思いますが、いかがでしたでしょうか。これ参考になったよということであれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また私のチャンネルなんですけども、タンホール13だけではなくて12、11、幅広くやっていきますので、これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。では本日このあたりで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。